てるね。うん。ジェビー知ってんの。ジェビー。おしんこ好き。でしょ。うん。キムも好き。特に大根好きでしょ。大根好き。うん。うん。じゃあさ、それをアレンジしてサラダにしてくれへん。おしんこ。うん。俺ね、おしんこよりね。え、何がどこ散らかった？何を掃除機かけてんの？ごめんごめん。大根の葉っぱがちょっと散らばっちゃったから。ごめんね。俺ね、なんかあんまりこう、なんていうかな、水を循環させたのもしんどかったけど、飲み物も出てこないし、大根の葉っぱも使ってるさ、新婚になってる大根の葉っぱを散らかすような女の子は嫌いなんだ。ごめん、今日付き合ったのはなかったことにしよう。もう帰る。やだ、やだやだやだ。何が嫌なんだ。一緒にいたいの。かわいいだろ。キホーだ。はい、どうもありがとうございました。これメンショックじゃなかった。エンディング変わった。いやあれですね、オープニングからいきなりのちょっともう若手芸人の感じの若手芸人のコントみたいな感じでなんで一生懸命言ってたの。いやー今日は彼女の家に行く日やけどって全部言ってまう的な。あ、どんな家なんやろなーって言うやろ。若手芸人のコントですよ、そのオープニング。まや、そういうシチュエーション今までちょっと来ると初めて彼女の家に行くとか。彼女の家に行くときはいや、あんまりないですね、よう考えたら。なんでなんで、初めて行く。あのね、部屋に来てもらうことはよくありましたけど、なんか家に行くっていうと、どうなんやろな、初めて家に行くときって彼氏は緊張するもんな。ちょっとここにいる男たち答えて。それはするよ。緊張する。それはするよ。それこそ緊張しすぎて同じこと言うかもしれない。いや今日は彼女の家に行く日やけどこれちょっと早めに来てもらうからどうしようかな俺って言うかもしれない。もう若手芸人ですよ。コント始まるな。確実にコント始まるやん。キヨちゃんまだ実家やからさ、その感じってわからないかもね。ね、一人暮らし願望あるんですか。ないです。ないんかい、実家一番。ちょっと怖いんで一人で住むのがね。うん、寂しいしね。そうですね。で、私も初めて一人暮らしした時は、家まで帰って鍵開ける時からなんかめっちゃ急ぐねん。もうめっちゃ急ぐねん。どういう意味なんか分からんけど、全然それまで普通に歩いてたのに、もう家が近づくにつれなんかちょっと怖い気がしてきて、家の前に着いたら鍵を急いで開けて、急いで閉めるんだけど、ほんで鍵、なんつうの、穴からこう覗き穴から外見に行く、誰もおらへんねんけど、そういうことをしてる自分が怖くなる。余計怖いわ。ビビりすぎやっていう。余計怖いわみたいな。あ、そう。あ、でも女の人はな、そういうのあるかもな。あ、怖いよな。怖いやろな、特に東京やとね。そういうのね。なんか友達が一人暮らししてるんですけど、時に夜中、いや起きてるじゃないですか、私たちの代って、時に隣の家に誰かが帰ってくるってとことか、足音、それがもう寝れないって言ってました。怖くて。あ、怖くて。それ怖がりすぎやな。なんかカツンカツンみたいな。なんかもう怖いって言ってましたね。でも私一人暮らししてる時に、ちょっとだけこう一階半一階みたいな、ちょっとだけ高いけど一階やねん、まあな、で出窓があって、でそこを普通に道路に面しててさ、夜中さ、部屋を、まあ、寝ようと思って暗くして、寝ようとしたらさ、懐中電灯でさ、誰かが外から、こう家の中をこう、だから寝てんねんな。でも懐中電灯の光が動くわけよ。最初車かなと思ってんけど、違うなと思って立ってみたら、出窓のところに人が立ってて、こうやって照らしてんねん。パニックルームや。その時に、やばいやばい、東京で。え、それ何してたんやろ。わからへんねん。怖い。怖いやろ。これ結構普通に怖い。普通に怖いね。怖かったその日は。僕の友達が家賃1万8000の東京都内で、家賃1万8000のとこ住んでて。東京でですか。東京で、明大前ですよ。明大前で1万8000のそんな家住んでて、徒歩5分で行けるとこなんだけど、そこは3畳やね。3畳は人まで、ドア開けたらすぐ壁やね。ほんでそこそばに行って一回で、狭いって、なんかもうほんま台所みたいなとこで住んでるみたいな感じ。それただ部屋があるだけな、キッチンもトイレも何もないんや。何にもない。まあ共同なのね、要するに。そこに置いてさ、そこにさ、一回朝方さ、地震あって、地震あったら柱と壁の間にちょっと隙間あって、地震の揺れのたびにちょっと外見えんねん。壁
壁外、壁外みたいな。で外におる犬見えたもんだって。これ何これこれ一応のあれやけど、屋根はあるけどもって。すごいとこ。すごいとこで18,000。すごい。だって上に住んでる人の皿の音聞こえねんで。すごい。カチャカチャって。あ、上の人今日カレーやな。何時までわかんねんみたいな感じで。すごい。すごいとこありますよ。まあね。一人暮らしもいいですけども。いやだからね、もう一人暮らしやっぱ怖いよ、ちょっと。やめとき、キヨちゃん。やめとき。それから、女、友達とね、一緒にするとか。シェアとかしてね。それは思いますね、いいなって。うん。私の友達が二人で女の子同士でシェアしてんだけど、うん、それまで一人暮らししてた同士なわけよ。うん。だから、キッチン別に広くないのに、冷蔵庫二つ。もともと。洗濯機二つ。冷蔵庫二つはいらない。電子レンジ二つ。もう全部二つあるわけ。うん。でなんかこう部屋を決めるのとかも大変よね。ちゃんとさキッチン挟んで部屋が2つ離れてたらいいけどさ、そこのうちはキッチンがあって部屋があってもう一個部屋ね。要するに一人の部屋の中を通らないともう一人は入れない。なるほど。ああいうの大変ね。洗濯機2つなんかいらんやんほんまに。いらんけど多分またいずれ一人で引っ越したい時のためにじゃない。そうね、うん、ね、はい、ぜひね、共益費、管理費、込みで、10万を超える部屋に住みたいですよ。大丈夫。そうですね。あ、込みじゃなくてもいいですよ。だから一番いい部屋に住んでるのは JP 様ということも聞いておりますし、 JP はもう素晴らしいですよ。うち廊下に絨毯が引いてあってね。もうこの部屋で JP.JP さ、ここ7階分ぐらいずっと家の自慢してますもんね。もう JP 上沼恵美子みたいになっていこう。やらしい、うん、うち廊下絨毯引いてます。毎週1回お掃除の人がお掃除してくれます。え、嘘。はい、絨毯が何回汚れてもいつも綺麗になってます。JP 様の家入ったらもうあの虎のこんななってる絨毯あって、あのコチョーランの花、コチョーランの花置いてます。あ、それマジで。マジでもうヤクザやん。うん、ごくつまやん。うん、なあ、ほんまにごくつまやし。それでコチョーラン置いたんで、コチョーラン置いたし、うん、さあ、はい、というわけで、キヨ様の曲紹介で、曲紹介出ました。あ、はい、出ました、このコーナー、キヨの曲紹介。さあ始まりましたよ。さあ一発大喜利ような。はい、じゃあお願いします。モンキーマジックテームフローでピクチャーパーフェクトです。おー、来た。おー、いけた。はい。